今日は4枚ずつにしました。女子 1500m スーパーファイナルがスタートいたしました。まず先頭は8番のカナダオードリー・パク。昨日の 500m では第2位に入っています。今には12番中国のザ・イーズ、昨日 1500m 第2位に入っています。そして上がってきたのは赤い企画、現在総合トップの38番、韓国のホン・サンジョン。ホン・サンジョンは昨日の 1500m を制しています。そしてさらに外から上がってきたのは37番の韓国キム・ジウ。キム・ジウは先ほど 1000m を制しています。キム・ジウが2番手です。そして40番韓国のソン・ハギョン、 500m 以上ソン・ハギョンが現在3番手の位置か。52番ロシアのエカテリナ・スルコワの後方6番手の位置、 1500m 第1戦範囲の成績です。さあ上がってきたのは12番中国のザン・イーズ。ザン・イーズが先頭、2番手はどうか。現在40番の韓国ソン・ハギョンが取っている模様。赤いヘッドキャビン38番コンサジョンが上がってきました。コンサジョンが先頭に変わっています。残り7周を切りました。赤いヘッドキャビン現在総合1位、コンサジョンが先頭を獲得。12番中国ザ・イーズが2番手の道。3番手はどうか。8番カナダオードリー・パクが上がってきた。再びオードリー・パクが先頭に変わりました。まもなく残り5周を切ります。さらに外から上がってきたのは3年の韓国のキム・ジュ。キム・ジュが先頭に変わっています。8番のカナダオードリー・パクは2番手、赤いヘッドキャップ韓国のコンサジョンは3番手。3番手内から抜いていった。まず先頭は37番の韓国キム・ジュ、この後ろ赤いヘッドキャップ韓国のコンサジョンが並びです。3番手に8番のカナダオードリー・パク、オードリー・パクが3番手に。さあ2番手と3番手はおよそ 10m ほど間が空いたように見えます。先頭は37番の韓国のキム・ジュ。キム・ジュが先頭、残り2周を切りました。赤いヘッドキャップ3年8番韓国のコンサンチョンが2番手の位置、間が空いて8番のカナダオードリー・パクが3番手。残り1周37番の韓国キム・ジュが先頭、その後38番のコンサンチョンが続く。2番手40番の韓国ソン・ハギョが続いた。最終コーナー直線の勝負はどうか。37番40番37番30